はい、どうもこんばんは、おつぱいです。えー、本日は、えー、シャーニゴロの逆変換ツールの依頼のお値段はというテーマでお送りしたいと思います、えー。ネタ元がですね、クラウドワークスさんの求人になりますが、えー、こんなお題があったそうですね、えー。シャーニゴロの逆変換ツールを作ってください。固定報酬が10万円から30万円。仕事の内容としては、六、えー、64桁の入力値に対して、 えー、シャーニゴロの逆変換を10秒以内で求めるプログラムを作成してくださいというものでした。まあ入力値が64桁あって、えー、ハッシュ求めてですね、えーまあ、逆変換してくださいというような、えー、そんなプログラム作ってくださいというようなお仕事ですね。はい、ということで。 このシャーニゴロを聞いたことがない方のためにですねシャーニゴロって何ですかっていうことなんですけれども読み方としては SHA256 とかですねシャーニゴロとかそんな感じかなと思いますが一応ですねセキュアハッシュアルゴリズム256ビットというものの略称みたいですね 任意の長さのデータから固定帳の出力データを返すというのがハッシュ関数というものなんですがそのハッシュ関数のうちの一つであります。一応はですね32バイト分のハッシュ値を得ることができますよというものでこのハッシュ関数というのはデータを一方向にしか変換できないものになっています。 ですので、ハッシュ化されたデータを元のデータ、まあ、複合することができないというものになっています。暗号であれば、えー、元に戻すことはできますが、こういったハッシュ値を作るものというのは元に戻すことができませんので、えー、基本的にですね、この逆変換をするというツールを作ってくださいというものであると、 基本的に暗号でない限りは逆変換はできないのでかなり難しいものだということになります。はい。一応ですね、Python ではこのシャーニー語のハッシュ化ということが簡単に行えるようになっていまして、ハッシュリブというライブラリがいますので、これを使って文字列をですね、適当な文字列を入力値として与えてあげて、 一旦ですね、エンコードしてあげます。それをハッシュ関数の引数に取ってあげて、最後、ヘックスダイジェストという形でですね、文字列に変換します。そうすると、ハッシュ値、ハッシュ化された文字列としては64文字ですね。この文字列が出力される形になります。 はいえー、上がですね、まあ、おつぱいというですね、えー、5文字を変換したものですが、えー、漢字混じりでもですね一応変換することは可能になっています、はいえー。このようにやるとですね、えー、64文字の文字が生成されるわけではありますが、まあ、全く異なる結果が出るという形になります。ただ、この64文字からですね、えー、元の この入力値を推測することはかなり難しいものになっています。はい、えー、シャーニゴロの逆変換ツールを作るとしたらですね、まあ文字種類分の、えー、文字数上ですかね、そのぐらいの総あたりでですね、えー、ハッシュ化を行って、えー、そのハッシュ値とですね、えー、当たるか当たらないかっていうのを判定していけば、 まあ、おそらくはわかるだろうと思います一応ですね、えー、A 数字でですね、えー、どのぐらい、えー、その総当たり回数になるのかというのを見ていきたいですが、えー、A 数字だと、まあ、36種類あるので、えー、それの、えー、文字数上ですねということで、まあ、1文字だと36回やればいいですが、えー、10種類ぐらいになると、えー、36の10乗ということで ちょっとよく分かんない形になっていますね。はい、えー、もう桁が分かりませんので、えー、なんとなく桁がわかるところでいくと、えー、5回ですね、えー、文字数が、えー、5文字であればですね、えー、6000万回ぐらい、えー、総当たり攻撃すればわかるということなので、 えーまあ、5回でやってみたいと思いますが一応64文字だと、えー、途方もないですね、えー、回数やらなきゃいけないのでこれはちょっとコンピューターが焼け死んでしまいますはい、えー、2文字から5文字の、えー、文字種類は36種類の総当たりでまあ試していきたいと思います、はいえー、入力値はですね o t p イという、まあ、マックス5文字で、えー、2文字から始めていきたいと思います、えー、2文字だと OT ですね ot で、まず変換します。シャーニゴロのハッシュ値がこれですね。はい。では、それとですね、総当たりを行いたいですが、総当たりを行う場合はですね、イテツールズというものがあります。これのですね、プロダクトといったですね、メソッドがありまして、それはですね、文字列の総当たりの文字列をですね、 え返してくれるよというものになります。ということで、これを実行してみると、はいえー、2文字の場合は、まあ一瞬ですね、えー通り、1200通りぐらいですかね、にしかありませんので、えー、そのハッシュのですね、えー、元となる文字列と当たって、 まあプログラム抜けるという形でやっていますんで、えー、次は3文字でいってみましょうかね、えー、まあ3文字であっても、えー、割と早かったかなと思いますはい一瞬ですねでは4文字目いってみましょうかねはい、えー、4文字も割と早いですね はいでは最後5文字目ですが5文字だと6000万回ぐらいかなと思いました4文字で160万回ぐらいなのでおよそ40倍ぐらい差がありますかね先ほどの4文字と比べると40倍ぐらい時間がかかりそうではありますがさて何秒で解けるのかということですね えー、もうこの時点で、えー、10秒を超えちゃってそうですが、まあ、10秒そこそこぐらいで、えー、5文字数が5文字で、えー、文字種が、まあ、36種類であれば、まあ、なんとか解けるかなというところですね。はい とということでまとめになりますが、まあ、こんな感じでですね、えー、逆変換自体はですね文字数が少なかったり文字種が少なければまあ全然対応できるんですが、えー、64文字になるとちょっとお手上げですね。えー、基本64文字は10の100乗以上のですね数値になっていそうですのでそれかけるですね。 えー、100万円分ぐらいのですね、えー、高速な、えー、PC を用意すればですね、溶、えー、ける可能性はありますが、えー、まあこんだけの台数用意するっていうのは、えー、かなりつらいですよね。はいということで、ちょっと10万円では無理だろうなというような、えー、香ばしいお仕事がなぜか、えー、クラウドワークスでは。えー 出ていいましたよという話ですね、えー、現在は、まあ、このお仕事自体はもう閉じられてしまっているので、えー、応募することはできませんけれどもなかなか面白いお仕事内容かなと思いました。本日はここまでです。それでは。